24日月曜日の全国の天気をお伝えします。西日本東日本は雨が止み、天気回復に向かいそうです。さあ、西日本から東日本、晴れのアイコンと少し小さな雨のアイコンついていますが、こちらの雨は通勤通学の時間帯までには止み、午後は日差しが届くところが多くなります。こういったエリア、日差しの下ではぬくもりを感じられそうです。一方、北日本は冬型の気圧配置となり、日本海側では雨や雪の降りやすい天気になります。まあ、弱いながらですね、こう雨や雪降りやすくなりますので、外出の際は折りたたみ傘などがあると良さそうです。また気温の方もですね、少し寒くなりまして、まあ、北ほど寒くなりますので、万全な防寒は欠かせません。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。